今回もモンスターハンターワールド小技の方やっていこうと思います。今回の小技はね、ちょっとこのボルボロスさん相手にやっていこうと思います。はい、今回のね小技に関してなんだけど、ノリに関するお話ですね。でまあちょっとここの面からスタートなんで、まあ、ちょっと位置悪いな。まあノリ一応当たるかな。位置が悪い。ボルちゃん、ボルちゃん、ちょっと今回のコアだけ長引きそう。あ、こうやってね2回目外れた。今作からはねダッシュすることによって坂道ね、こういう坂ところダッシュ使うと、そこからこう叩き上げからの乗りができます。でこれがまず1つ目のね小技。まあみんな気づいてると思うけどね、ダッシュして狙ってこうやって当てれる。うん、これね体験軽くあるよね、結構この乗りに関しても。さあめっちゃミスってるミスってる下手くそかって、まあ下手くそなんですけどね。あー、やってない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 待って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 、なんで回復薬飲んでんのすげえ。あー、またミスってる。いやー、グダグダ感、グダグダ感いいっすね。いいグダグダ感出てますね。さあ、あのノリがやりたいですけどノリができない。ノリをねしながらお話したいなと思ったんですけど、突っ込んでくるね。あ、乗れた乗れた乗れた。はい、じゃあここちょっとねボロンさんの頭の上から失礼します。はい、でねこの乗り攻撃になるんですけれど、過去の、ね、作品だと、おお、家が戻ってきた。うん、過去の作品だとね、こう乗ってる最中っていうのは仲間攻撃できませんよね。攻撃しちゃうとよろけが発生すると落ちちゃうっていうだったんですけど、今作からね、今作からっていうか、あの申し訳ない、ダブル X やってないんですけど、今作ではこう乗ってる最中でも攻撃しても大丈夫です。はい、攻撃してもよろけって落ちることがありません。もういいよ、もうさようなら。はいはい、さようならっていう話です。こうね乗りからの攻撃があるよというのと、今回は乗ってる最中、まあ、オンラインでやる際とかにね、仲間が乗ってる時に過去作同様にね、やべ乗ってるから攻撃しちゃいけないんだと思わずに攻撃してっていいんだよって。唯一ダメなのが多分行ってここまで来た、お前好きだな。うん、多分落とし穴しびれは大丈夫なんですよ。麻痺としびれは大丈夫なんですけど、先行とかでねくるくるでダウンしちゃうとか、まあもともとダウンしちゃうと無理なんでね、とかあと落とし穴とかもダメかな多分。まあいくつかねダメな攻撃はあるんですけど、基本的にただの攻撃等々はねしても、めっちゃ追っかけてくるボルボスさん、ボルさんめっちゃ追っかけてくるなんでまあまあ仲間さんがね乗ってる際はチャンスだと思ってバンバン攻撃していきましょう。こうやってね乗り攻撃軽くあるよね、体験のこの滑り降り攻撃。はい、まあそんな感じでね、今回小ネタの辺、この辺で小ネタの件ね、この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいねのお願いします。コメント等もぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。